はい、こんにちは、ポップです。今日は11月4日月曜日ということで、日本はね、祝日ということなんですが、今現在14時52分ということで、もうぼちぼちですね、ヨーロッパ時間が始まろうかなというところでございます。明日から LINE のリアルタイムトレードを配信していくということで、今日はね、ちょっと予備的な形で、事前にね、前夜祭じゃないんですけど、少しね、MT4 の方を使って、少しトレードをね、してみようかなと思っております。 ちょうどね、ヨーロッパマーケット始まる前に、ドル円の方がね、ほぼほぼ15分足でこれ示しているんですが、動いていなかったところがですね、少し上の方に傾いてきたということで、これはね、ちょっと初動が円安方向に行くんじゃないかなという状況でございます。これ15分足なんですが、1時間足見ていただきますと、これもね、移動平均線が上がっておりまして、まあ、要線でね、移動平均線の上側ということで、問題ないかなというところと、あと4時間足ベースで見てみますとね、まだ移動平均線 まではがあるということでまこの辺りまではね、しっかりと上がる可能性はあるというところですね。日足ベースでもま移動平均線のサポートがありますので、こういったところを勘案しますと、このタイミングでねロングを取っても面白いんじゃないかなというところでございます。5分足もね結構順調に育ってきておりますので、これはねちょっと1回まお遊び程度ですが、 一ロットぐらいね、ええー、買ってみようかな、ロングをしてみようかなというところでございます。えー、これぐらいで行きましょうかね。はい。 はい今、ロングをね取りましたよというところで、こちらでねポジションが出るんですが、今はね1300円のマイナスということで、まあ、スプレッド分プラスアルファね少しマイナスというところでございますが、これがね育っていくのをちょっと地道に回っていこうかなというところでございます。こういったね、まあ、ロングを取ったというタイミングで皆さんのラインの方にね今、ロングを取りましたというところと、ポジション的にはね108.245ですね。 これでポジションを取りましたというところでラインを流していくというところでございます。ニューヨークマーケットの時は非常に動きが激しいというところなので、もしかしたら、ね、すぐ決済になるかもしれませんが、これから、ね、ちょっとヨーロッパ時間を待つというところで、あと、ね、5分ぐらいで15時になるということで、そこで、ね、大きく動きがあるかもしれません。もちろん、ね、下がった時には損切りをするんですが、損切りのラインが、ね、大体この辺りに決めておきたいなと思います。108.145ですね。これが 直近の安値というところなので、これを割り込んだら少し危ないかなというところと、逆にですね、こちらが円安方向ですね、108.32ぐらいですね。 この辺りを超えていったら、まあ、追撃で、ね、ロングをやってもいいかなというところでございます。少し、ね、長い目線で見ていこうかなと思いますが、この、ね、放送はいつまでやるかというところでございますが、一旦、ね、今日は予備的なところでやっていきます。 LINE の方もね、おかげさまで200名以上の方がね、今登録をいただいているということで、まあ、ちょっと緊張感を持ってね、メール配信を、LINE 配信をしていきたいなというところでございますが、もう少しね、慣れてきましたら、この画面も見せながらね、リアルタイムトレードというのもやっていきたいなと思っております。ちょっとね、サラリーマントレーダーというところがありまして、できる日とできない日があるかもしれませんが、そのあたりはね、できる日は事前に告知をしまして、まあ、画面を見ながらね、実際にトレードをできれば面白いかなというところでございます。 ニューヨークマーケットはね、値動きが激しいんですが、このヨーロッパ時間はね、今日はちょっと予備的な話なので、こういったところでは値動きが少ないので、少しね、待っている時間が長いかなというところでねちょっと暇になるかもしれませんが、お付き合いいただければと思います。15時のね、初動をつかまないと何ともなりませんがあとね、4分ぐらいありますんでねじっくり見ていきましょうかというところですね。<laughs> ちょっとまだ喉の調子が悪いんですが、えー、気持ち気分的にはね、えー、だいぶ回復してきましたので、まあそういったところでね、えー、今日、えー、試しにやってみようかなというところでございます。あとね、えー、皆さん XM の講座をね、私は使っているんですが、これね、今回10万円入金させていただきまして、まあ今までのね、クレジット等も含めて、えー、まあ2万5千クレジットぐらいあるというところで、えー、こちらがね、えー、まあ、 合わせて、えー、証拠金ということでは大体12万5000円ぐらいですね、えー、取れるというところなので、これでね、えー、どうでしょう。今米、えー、ドル円を1ロット 取ったところで、必要証拠金がえ1万2190円ということで、まあ10万通貨あればですね、クレジット含めて1 6ロットぐらいまで取れちゃうと、まあこれすぐロスカットされちゃいますからねけどね、そういったところで、かなりねレバレッジが高いということですと、非常にえ大きなポジション取れるというところですが、やっぱりね、生き残ることがまずね、前提にえ考えていただければ、10万円ぐらい入金したんであれば、まずはね、1ロットずつえ刻んでいただければというところでございます <laughs>。 すみません。ちょっと喉がね、えー、調子が悪いので、えー、お聞き苦しいところあるかもしれませんが、よろしくお願いします。えー、どうしましょうかね。あと3分ぐらいある、2分ちょっとですね。ちょっとこのまま見ときましょうか。えー、ちなみに他の、えー、チャートも見ときましょうかね。ユーロドル15分足。えー、こちらの方は、えー、まあ、あんまり動いていませんが、えー、少しドル高、ユーロ安というところですね。 ポンドの方もそんなに動いておりませんね。まあ連休明けというの、連休明けの東京マーケットがお休みということで、結局は15時から大きく動くんじゃないかなというところですね。5ドルの方は比較的順調に、ね、円安方向に行ってますね。75円も、ね、そろそろ行くんじゃないでしょうかというところまで来てますね。 はい、えー、順調にね、えーまあ、順調と言いますか、えーまあ、スプレッド分まだ取り返してないんですが、えー、今、1100円のマイナスというところで、まあ、ここはね、気長に15時を待ちましょうというところですね、はいえー。15時まであと30秒切りましたね、ぼちぼち動いてくる可能性があるというところですね。 はい、残り10秒で15時です。ちょっと緊張してきますね。はい、5秒前です。はい、15時になりました。初動はどうなるでしょうかというところですね。うん。ちょっと今、一瞬円高方向に触れましたが、えー、またすぐ戻ったというと,ところですね。 ヨーロッパ時間、最近ね、東京マーケットとヨーロッパ時間でね、大きくね、変わってきますので、このヨーロッパの初動が取れれば大きいかなというところですよね。15時がね、動かないときは、16時から動くというケースもありますのでね、ここは、ね、ちょっと気長に待っていきたいなというところですね。 特に15時の初動は大きく動かないですね、今日は16時ぐらいから動くかもしれませんね。はいただいま、えー、15時15分ということで、えー、15分ね、えー、経過したというところですが、えー、今のところはね、えー、特に大きな動きがない、まあ、今までちょっと、ね、円安方向に向かっていたんですが、今、スとンと、ねえー、落ちましたので、えー まだわからないというところですね、えー。15分足とかは、えー、結局いい形しているので、えー、ここのあたりで、えー、追加でロングも面白いですね。ストンと落ちたところですが、はいえー、追加でロング1個しました。 はいえー、これでね、えー、上がってくれれば、まあ、非常にいい15分ねじりじりと上がっていますのでここで勢いがついてくれば非常に面白い展開になるんじゃないかなというところですね、えー、他の足も見てみましょう1時間足も、まあ、こちらもね、えーまあ、いい形でね移動平均線よりか上側しかも要線が続いているということで、えー、前回の高値を抜ければね一気にいく可能性が高いというところですね。 換算には売りなしという、ねえー、言葉もありますが、まあ、このあたり、ねえー、問題なく言ってくれるんじゃないかなと思います。4時間足は、えー、まだ、ね、移動平均線下向きですがこの移動平均線にタッチするまではですね、えー、まだまだいけるかなと思います。これが108.448ぐらいですのでまだ20ピプスぐらいはね、えー、余裕があるというところなので、えー、ここはねまだまだ買えるんじゃないかなというところです。 はい、日足はちょうど移動平均線、今までちょっと割ってたところもあるんですが、まあこれちょっと反発の兆しがね、えー、見えているということで、右肩上がりの移動平均線の時は、えー、移動平均線でサポートが入りやすいというところで、えー、ここはね、えー、しっかりと、えー、サポートを拾っていくというところにしております。じゃあ15分足戻りまして、はい、えー、こちらも先ほどね、えー、ストンと落ちたところが、えー、また戻りましたんでね。 これはいいところで拾えたかなというところですね。じゃあもう少しね、16時まで時間ありますので、これね、見ておきましょう。一旦ね、マイクは切ります。はい、今15時20分ということで、ポジション取ってからだいたい25分ぐらい経ちましたけど、いい具合にね、上がってきまして、やっとね、スプレッド分取り戻したというところで、今ね、 わずかながら2ロット20万通貨で600円の利益という状況でございます。思い通りり初動にある程度乗びたかなというところなのでこれがどれぐらいまで伸びるかというところで前回のこの高値108円30銭を少し抜けたところぐらいでどういう反応するかというところを見て。 損切りのラインを例えばね、もう買い値撤退にて設定するのかどうか、えー、これをしっかり見ていきたいと思います。で、やっぱりね、えー、チャートを見ていただきますと、平均足ってね、えー、非常に、えー、分かりやすいと思います。えー、トレンドがですね、えー、しっかりとね。えー まあこの赤い要線が続けば連続しておきますのでえ初動のところでね、えーまあ、ある程度のロ、えーソク足が、えー、出てきまして、えー、伸びてくればこの要線というのは続くという形なので基本的にはこの要線が陰線に変わるまでは、えー、ポジションを変える必要はないかな決済する必要はないかなと思っておりますのでまあ、こちらもね、えー、結局 陽線伸びてる時は、陰性が出るまではね、えー、そのまま伸ばすという形だったので、まあ、それで、ねえー、うまくいくんじゃないかなと思います。えー、結局ね、えー、レンジトレンドと上昇トレンドね、ね、えー、下落トレンド、まあ、レンジ相場かトレンド相場は2つしかないので、今までねかなり狭いレンジ相場でしたので、これからね、トレンドが出そうだなっていうところをね、しっかりと初動をつかんでいけたというところですね。 レンジのところではあんまりね勝負をしない方がいいかなと思いますがあまりにもねレンジが狭くて、まあ、少しずつ上げていましたのでここはねちょっとブレイクを狙ってというところですが今のところ思惑がうまくいってるというところですしばらくねここは様子を見て継続したいと思いますが、まあ、16時ぐらいまでにねどうなっているかというところをねしっかりと見ていきたいと思いますいい具合でねどんどん上がっていきますので含み液もね少しずつ上がってきたというところですね はい、えー、じゃあ一旦ねまたマイク切りますので、えー、チャートの方ね、えー、よかったらご覧くださいはい、えー、今は15時30分ということで、えーまあ、15時からね30分が経過したというところですが、えー、先ほどね少しストンとね落ちるところがありましたけど落ちたところではしっかりね買いが入って てまた、ね、高値を更新ととといいいいいうう形形ででで、まあ、非常に、ね、いい形で伸びているというところですやっぱり、ね、少しでも押し目が入ったら買おうというところが、ねまあ、投資家の心理でうかがえるというところです順調に、ね、15分足の平均足も要線が伸びているというところからこれは、ね、先ほどもお話しした通りこの要線が陰線に切り替わるまではですね ロングを保有してもよろしいかなというところで、このままロングを継続したいと思います。他の足も見てみますと、1時間足も順調にいい感じで伸びてきているというところですね。4時間足もまだまだ移動平均線までタッチしないということで、まだいけるかなというところですね。日足の方もしっかりと今、サポートが入っているという形になりますので、問題ないかなというところです。 15分足ね、こちらの方が、いまだ、要線で伸びているというところから、こちらはロングを継続していきたいというところです。16時ぐらいにね、ちょっと大きな変化があるかもしれませんが、それまではね、えーまあ、見守っていければなと思いますので、よろしければもう少しお付き合いください。一旦マイク切ります。 はい、えー、今ね、15時58分から9分に変わろうかなというところで、えー、とうとうね、16時の、えー、大きな動きの前のね1分前という形です、えー、順調にね、それから伸びておりまして、今10、108、え、円、ー、265ですね、えー、こういったところまで上がってきているということで、まあ、順調に上がってきて、まあ、含み益も増えてきているというところですね。 まあやっぱり初動をつかめたというところで結構有利にね展開できているんですが16時に、ね、大きく変わる可能性があるというところでここはしっかりと注視をしていきたいと思います。基本的には15分足ベースのこの要線が陰線にね変わりそうになるまではですね要線が続く限りはロングをねこのまま持っておいてもいいかなというところですがまあ、こればっかりはね16時になってからの反応を見たいということで今ねまあ、先走って、まあ 米ドルは買いからね入ってきているというところになっております。あと5秒でね16時になりますので、ちょっと動きがあると思いますので見ていきましょう。はい16時になりました。ここから大きくね動いていくことは予想されるんですが、15時はね特に動きませんでしたので、16時はねどれぐらい動いてくるかというところが注目ですね。 結構いい形でね、えー、要線が続いているというところでね、えー、まあ、安心して今のところは持ててるというところですね。一気にね、ちょっと下がりましたね。えー、108.254までね、えー、今下がりましたということで、えー、少しね、ここは危ないかなというところですが、えー、まだ、ねえー、初動ですので、ここは見ておきましょう。 まあ会議意欲が強ければ、ね、そのまま戻すことも考えられるということで今、108.255というところで、ね、含み益は結構、ね、減ってしまいましたがもう少し持っておきましょう、まあ、ここで、ね、追加という手もあるんですがまだ16時からの初動がわからないというところで、ね、そんなに急いでポジションを膨らましてもリスクが高まるということでここは見ておきましょうというところですね あと5分、10分ぐらいでね、買い意欲が高まって、また108円26千台にね、乗せてくれば安心して見れるかなというところですが、少しわからない状況ですので、16時間の反応で今後もね、大きく伸びていくのか、それとも反転してしまうのか、こちらに注目をしていく必要があるかなというところですね。やっぱりね、ニューヨークマーケットと違って、 このヨーロッパ時間に入りかけのところは、そんなに大きな動きがないというところなので、 判断に迷うといいますか動きが鈍いというところですが、まあ、ここはねしっかり見ていきましょう今15分足ですがこれをね1時間足で見てみますとまだまだ順調にね上がっているというところでこちらもね今の足も要線が出てきたというところで少しここをね抜ければ真空地帯になってますんでね少しチャンスかなというところがありますのでこのままロングは継続できるかなというところですね 4時間足ベースも移動平均線まで、えー、まだ、えー、スペースがありますので、この辺りですね、えー、まだ安心できるかなというところですね。一旦当たってしまいますとね、ここは、えー、少し判断しないといけないというところですが、まだ、えー、余裕がありますというところです。 しの方は相変わらずねサポートラインのところで攻防を続けているというところなのでここがねしっかりとサポートが入って要線になればですねスイング的にもまあいい形になるかなと思いますので今日大きくね上がって終わればこちらがね要線に切り替わるかもしれないというところですね。15分足戻ってみましょう はい108円26銭まで今、戻ったんですが、また元に戻ってしまったということで、少し動きがね活発になってきたかなというところです。直近の高値のね108円27銭ぐらいまでね上がってくれば、少し面白い形、もっと伸びていくかなというところですが、またねこのあたりは今、力を貯めている状況が続いているというところですね。 今、16時4分になるというところでね、そこまで大きな動きは16時台もなかったですね。どこで大きな動きが、トレンドが出てくるのかわかりませんが、もう少しね、まだ15分足ベースの要線もね、続いているというところから、このまま持ち続けたいなと思っております。では、また一旦マイクを切りますので、よろしくお願いします。 はいえー、ただいま16時11分ということで、と、えー、うとうね、えー、今日の高値を更新したというところになりました、えー、108円28銭ですね。 ここまで上がってきたということで、だいぶね、含み益の方も増えてきたかなというところです。これもね、まだまだ要線がね、15分足ベース、この平均足で続いているというところからですね、引き続きロングにしていきたいなと、大きくね、伸びた時には利益確定もよろしいかもしれませんが、今の段階であれば、まだまだロングが継続できるかなというところです。 値動きが、ね、だいぶ動き始めましたので、一気に、ね、高値更新して、こちらの、ね、108円30銭を少し超えたところをね超えてくれば、よりねロングには勢いがつくんじゃないかな、買いには勢いがつくんじゃないかなというところですね。少し調整しておりますが、まだまだ4銭が続きそうだというところです。 他にね1時間足を見てもまあいい形でね今突破してきているということでまもなくね前回の高値を抜けそうだというところです。4時間足、こちらもまだ平均足、この4時間足ベースで移動平均に当たったところがね少し利益確定のところかなと思いますがまだ持てるかなというところですね。そして はい、東の方もね、順調にサポートが入っているということで、えー、問題なくいまだに持てるかなというところですね。はい、えー、順調にね、あまた108円28銭戻ってきましたので、やっぱりね、買い欲は強いですね、下がったところではしっかりとね、えー、買いが入るというところでね、えー、もう少し持ちたいと思います。えー、まあここでね、一旦またマイクは切りますが、えー、引き続きね、ご覧ください。 はい、えー、ただいま16時19分ということで、えー、16時のね、えー、ところもまあ初動は円安方向ドル高方向ということで、えー、進んでおります結構ね伸びてきまして前回の高値をねまあ追い抜いていけばというところなんですが、まあ、今日はね、えー、一応 LINE の、えー、リアルタイム配信の、まあ、前夜祭みたいな形なので、まあ、欲張らずに今、ね、まあ、トータルで1万2000円ぐらい、ねえー、利益が出ているというところなので、まあ、このあたりで、ね、一旦たん決済しちゃおうかなと思います。えー、確かに、ねえー、1時間足だとか4時間足、ねえー、まだまだ伸びそうな気もあるんですが、まあい、えー、先よく、ね、スタートを切りたいというところで、一旦はねはこれぐらいで利益確定してもいいんじゃないかなというところで利益確定していきますね。 はいじゃあこれを決済しますはいじゃあこちらも決済しますね はいということで、少しねまだ伸びるかもしれません。要請が続いているんですが、一旦はね利益確定をさせていただきまして、今回のトレードをね以上とさせていただきたいと思います。残高もね10万円のところが11万2100円というところで、1万2000円ぐらいねだいいた利益が出たというところでもちろんねこれから伸びていく可能性もあるんですが、一旦はね高値に来たというところで、ここは まあ、リー確定という形を取らせていただきます。えー、まあ、もうちょっとね、えー、持ってもよかったんですけど、えー、結局ね、えー、まあ、この解説もね、えー、追っていくのが今、疲れたということでね、えーまあ、14時ね、えー、55分ぐらいからポジションを持ったような形なんですが、大体1時間半ぐらいですね、えー、ウォッチしてきましたので、まあ、このあたりでね、リ、ま、ー、あ、確定というところでよろしいかなと思います。 というところでね、一旦こちらを以上といたしまして、また明日からね、LINE のリアルタイムトレード配信ということで、今日のね、こういったポジションを取ったタイミングと、決済したタイミングを皆さんの LINE に送っていくという形にしたいと思いますので、またね、楽しみにしておいてください。ただね、こちらも今回はね、 トレード利益出たという形でございますが、もちろんね損する時もありますので、そのあたりは自己責任でポジションを取るように、ね、お願いしたいと思います。私なりの一応ノウハウをね使ってリアルタイムの配信をしていきますが、もちろん1回1回のトレードはね負けることもありますが、まあ、月ベースでね10万円から30万円に増やすと。 というところをね、しっかりと目標にしてやっていきたいと思います。では、今回は以上です。また LINE のリアルタイム配信を楽しみにしてください。バイバイ。